はい、クラフランクです。ただいま、うん、お客さんからビールの差し入れいただきました。おー、ありがとうございます。こんなんいくらあっても困らないですからね。せっかくいただいたからね、うん、しょうがない、その場でね、はい、飲むのが礼儀ですか。まあ、酒の魚ですよ、これも。酒の魚ね、はい、やっぱさ、うん、パフすごい伸びてるよね。パフ、いや、それはみんなパフ気になると思いますよ、うん、で、うん、その後の、うん、ナンバードパフ、はいはいはい、どうなんですかと、はい、いうことで。ナンバードパフっていうのは年代的には、年代的にはその直後のやつ。これはあのステッカーとナンバードって言って、うんうん、あのパテントナンバーが書いたんだよね、この裏に、うん、裏にシールに、うんうん、はいはい、あのパフがパテントアプライド4なんだけど、うん、これはシールに、うん、なんだっけ259なんたらじゃん、ああ、はいはいはい、シールが貼ってあるやつで、うん、その直後のやつで、うん、なんか初期のやつは、うん、後期のパフとほぼ一緒っていう話を聞いたことがあるんだよね。へえ。で、匂いはどうだった？パフじゃないの？いや、なんか匂いしないぞ。パフじゃないですか？パフじゃないですね。パフ臭はしないですよ。あ、しないね。しないでしょ、うん、無臭な感じで。そうですね、うん、芳醇な香りはしないです、ね、芳醇な香りしないですね。じゃあ抵抗値を7.7kg です、ね、はい、まあ、まあ、まあ普通だね、うん、うん、普通のハムって感じですけど、こいつはパフなの、うん、本当にパフの音なのかと。パフなのかと。じゃあコーナークラシックを参考にちょっと音を比べてみる、比べてみる、うん、じゃあコーナークラシックいきます。はい。なんでよ。なんでよ。はい。パフを目指したサウンド、うん、あ、あ、あれ、あ、あのやっぱあのキラキラ感がなんか、うん、やっぱ枯れる感じするね。出た出た。あれ、やっぱいいね。いいですね。うん、なんだろうね。俺やっぱり高音成分がすごい感じるけど、なんかやっぱ耳障りじゃないけど、うん、出てるって感じ、うん、なんかあれだよね、キラキラ感がある。なんか誰かのコメントでさ、なんかその57年のパフはアルニコ3で、あ、書いてあったね、号泣アルニコ5になってるみたいな。あ、でも混在してたって言うからな、うん、分かんないよね、混在してるんだ。だからあるもんって人に使ってたみたいなさ。あ、これでもやっぱかなりいいよ。うん、歪ませてみる、うん、アルデンテ感が、うん、そうだね、うん、芯がしっかり残ってて、確かに、なおかつやっぱ痛くないというか、うん、やっぱ元気いっぱいではないもん、ね、元気いっぱいじゃない、枯れてますね、うん、枯れてますよね。枯れてますね、うん、でもやっぱあの57パフほどの衝撃ではないな。57パフはね、相当衝撃でかかった。あれも爆笑したもんね、うん、なんか、え、あれ結局もう行ったの、お客さんのところに行きました。あれはなんだって、いや、喜んでたよ、それはもちろん。喜びの声が。うん。で、どっちですね、フロントに
リアルつけたフロントに後期のパフが出てで、リアにコロナ。ヒント大きいんじゃん。ね。でも、後期パフと確かに近いかもしれないな。もうちょっと知ってる。いや、なんかほんとやっぱ、変なみっちり感ないよね。ないない。これなら戻れなくなるの分かるわ。え？あのパフの回から取り憑かれたら取り憑かれちゃった人たち取り憑かれてるんですか？俺は取り憑かれかけたのね。かけたのね、うん、夢出てきちゃってパフの夢こんないいだけありますか？ナンバードパフをナンバードパフをつまみに、つまみに酒を飲んで、フロントにしたぞ。フロントにしてます。はい、行きましょう。じゃあクリントン、はい、フロントっぽくないね。やっぱあっさりしてるよ、ね、あっさりしてる。この間のパフの時にさ、フロント確かにクリーンだとこういう感じだったんだけど、ブライトな感じだったけど、うん、歪ませたらフロントっぽくなったんだ。ああ、やってみましょう。あれ？でも、フロントっぽく。してるわね。いや全然いいね、うん、でもやっぱ笑っちゃうことまでじゃないな、うん、この間笑っちゃったもんね、うん、もう爆笑が止まらなかったもんね。お客さんも笑ってんのかな。いや釣られて笑っちゃうんじゃない。なんじゃこりゃ。でもスピーカーあれだもんね、画面越しでも分かりましたみたいな声が言ってた。いやあれはちょっと初めて聞いた感じだったね。ね、なんか世にあるパフクローンのピックアップは、うん、なんかここら辺の感じを目指してる感じはする。やっぱでもこの枯れ感はやっぱだないな、普通のやつには。まあそれはないと思うけどさ。まあね、うん、いくらなら買いますかだよね、これを。市場いくらくらいなんだ、大体。確かね、7万いくらとかで出てるのがあったな。あ、そうなんだ、うん、パフとナンバーでステッカーナンバーでだいぶ違うんだね、値段。でもあれほど聞いたらしょうがないかなって感じするよね。でも後期のパフでももっと高いでしょ。まあそうだね、うん、でこれ当たればラッキーようだね。そうだよね、ステッカーナンバーで、うん、ステッカーナンバーとの60年代後期、後期っていうか69年とか多分、まあそんな感じでしょう。ちょうど切り替わる時では熱いぞみたいな感じだな。まあなんか現行の中端枚高いの買うんだったらこっち買っちゃった方がいいような気もするけどね、うん、あるもんな普通に。そのくらい行くやつね。そう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 、新品でね、あの10万くらいのやつあるもんね。10万くらいあるもん、うん、言わないけど名前。たらこっちの方がいいような気がする、うん、まあいいです。ナンバードバブル、これは売る気あんの？これは、うん、あれかつけて変装なんですよ。あれに行くんだ。あれに行くんですよ。あ、でも意外にいいかもねこれ。いや値段考えたらいいと思う。これはすごくあれのさエアー感とさこれのさ、うん、あーちょうどよくなりそう。ブライト感が一緒になったらすごいいい感じになるんじゃない？確かにそんな気がするけど、いや、いいかも、いいかも、うん、いいよね、絶対いいよね。ちょっとあれ、撮ったやつもなんか、つけたやつもなんか動画見てみたいですね。あ、そうだね、見てみたいって思う。見てみたい。自分で動画見てみたいって思う。はい。
そんな感じですね。はい。はい、ナンバードパフいけてる。割といけてるで。はい、回か。うん、まあ、酒のつまみはナンバードパフの回ですね。はい。小山君でした。